おかえりまどきまん、バンディです。家を追い出されてしまいました。見てください、今温度37度とかあるんですよ。そんな時に見て、室外機ウォーンって言ってるこの庭に追い出されてしまったので、庭で暮らしていきたいと思います。準備します。大変だね。ああ、本当に大変よ。グランドシートがないんでね、ブルーシートで代用です。ほう、ほう、とんでもなく暑いな。これでも日よって夕方にしたのに、とんでもなく暑いよ。フィクションなんだね。時間が決めれるんだよね。そうなんです、フィクションなんで時間決めれるんです。追い出される時間。大体できた、我が家ということで、ここでね、今日過ごしていきたいと思います。本日はですね、あうんちゃんありがとう、フィクションだからね、水を飲めんと。今回はですね、こちらアンカー最強ポタデン、アンカー757ポータブルパワーステーションというのを用意しました。ポータブル電源っていうのはですね、電源がないところで家電やガジェットなどをですね、充電給電して使うためのものでございます。お家で充電していってですね、キャンプや車中泊、はたまた災害時の緊急用電源として利用することができます。最近すごく暑いです、こんな暑い時期にですね、皆さん、キャンプとか行くと思います。熱中症対策していかれると思うんですけれども、万が一ですね、こうキャンプとか行ってて炎天下の中熱中症になっちゃったとかなりそうっていう時、連れのね、家族がとか友達がなっちゃったとかなりそうっていう時、車まで戻ってその人を看病するのが大変だとかっていう時あると思うんですよ。いつも車の近くにね、キャンプが設営できるわけではないと思うので、すぐに涼ませたい、涼みたいっていう時、このアンカー最強ポタデンがですね、快適なね、空間を作ることができるか、僕が追い出されたっていうシミュレーションでもありますけれども、そういう時のために参考にしてみてください。アンカー757ポータブルパワーステーション、すごい見た目かっこいいですよね。あのモバイルバッテリーで有名なアンカーが出しているアンカーの中でも最新最強のポータブル電源です。大きなディスプレイがあって、今どんだけ残ってるかとかすごく見やすくなっております。今 69% ですね。で、何ワット使ってるかとかっていうのも全部出ます。で、ポートは、こちら AC 電源が6ポートと、USB が、Type C が2ポートと、Type A が4ポート。こちらがシガー電源ですね。こちら DC 電源が1ポートついておりまして、13ポート同時に出力できるということで、すごくシンプルで使いやすそうっていうのがね、わかると思います。で、ここに1個ボタンがあるんですけど、これをつけるとですね、ここの電気がつきます。これが可愛い、色もね、非常に優しい色です。これ長押しすると SOS 信号を出せたりとか、便利な電気がついてます。はい。ここにね、1個スイッチがあるんですけど、これパワーセービングって書いてあります。これ省電力モードスイッチになってまして、使ってる電気の量が少ないなっていう風に認識したらですね、勝手にオフになってくれる。差しっぱなしとかにしてて、使ってないのにどん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 電気を食っちゃうっていうようなことを防ぐためのスイッチです。で、後ろにですね、これ自体をですね、充電するための AC ポート、それから、これソーラー充電とかするためのポートですね。で、これがですね、なんかエラーを起こした時のリセットスイッチらしいです。はい。すごくですね、人気のポータブル電源になっております。このアンカー最強ポタ電、これがですね、なんで人気なのか、この後こういろいろね、用意してますので、これで使ってみて、だから人気なんだなっていう、そういう説明をできたらなと思っておりますので、この後お楽しみに待っていてください。これで今からここで僕は涼みたいと思います。はい、動かしていきましょう。早速ですけれども、
どうやって涼しい空間を作るかというので、まず用意したのが、こちら、ポータブル冷蔵庫、冷凍庫でございます。そしてこちらが電子レンジ。これいつも車に積んでいくかって言ったら積んでいかないんですけど、まあちっちゃいタイプもあるので、そのシミュレーションだと思ってください。こちら、扇風機。こちらにあるのが、ポータブルスポットクーラーでございます。これらを駆使してですね、ここを涼しい場所にしていきたいなと思っております。ポータブルスポットクーラーっていうのをですね、動かしていきたいと思います。これどんだけ涼しくなるかなと。あ、暑い。これがクーラーモードオンで、これジャック強なんですけど、強にして今動かしています。結構冷たい風が出てくるんで、これは結構暮らせるかもしれないぞ。これにさらに扇風機でかき乱しましょう。やば。マシも当たりたい。寝れるくらい。まだテント全体が涼しくなってるかって言われると微妙だけど、現在このポータブル冷凍庫ですね、今マイナス10何度とかに設定してるので冷凍庫して通して使ってるんですけど、これが強力モードで動いてます。そして扇風機とポータブルクーラーですねが動いて217ワット使ってるんですね。なのでこのまま使い続けて 67% 残ってると 3.1 時間動かし続けれますという電力を今消費しているということになります。 35.8 度、中の気温は 35.5 度変わらないということで、変わるか分かんないんですけど、断熱性がないんですけど、外気からちょっとさよならしてみます。これでこんなか涼しくなればいいんだけど、でも絶対外にいるより涼しいよ。温度こそそんなに下がんないけど、まずまあ直射日光を防げる風が来るっていうので、ああ、本当やばかったな今日の暑さ。この狭い空間で当たってる部分の方が大きいんで、あ、これはいいわ、すぐ回復できそう。35度切りましたね。かなり涼しいんじゃないでしょうか。これは快適だな。このね、温度計の場所とかにもよるとは思うんですけど、ここ本当クーラーのところに置いたらめちゃめちゃ下がると思うんですけど、今あえてそうしないでちょっと離したところ置いてるんで、温度こそまだ1度とかしか下がってないんですけど、1度下がったっていうのだけでもすごいし、あ、体感はかなり涼しいですね。これが電源ないところでできてるんだから、ポータブル電源があることによってね、素晴らしいわ。外は 35.6 でした。 1.3 度下がってますね。たった5分ちょっとで、まあ、ここ開けたらまたちょっと暖かくなったんで、やっぱ外気とちょっと遮断した方がいいかもしれないですね。その時その時の風のあるなしとかでこれはやった方がいいと思うんですけど、もっと涼しくするためのグッズを、よいしょ、冷凍庫、素晴らしい。氷全然溶けてない。これ準備してる間もずっとポータブル電源でこれ冷やしてたんですけど、全然氷溶けてない。素晴らしい。冷たい。水が冷たい。氷があるので、こちらのね、うんちゃんの宝物、かき氷機でもっと涼しい気分を味わっちゃおうかなみたいな。暑くて気持ち悪いわっていう人でもかき氷なら食えると思うんですよ。これがあることによってこんなことまでキャンプ地でできるっていうのはね、すごく夢があっていいんじゃないでしょうか。氷蜜。練乳をですね。うらー、あー最高、かき氷できました。じゃあこの中でね、涼しく食べたいと思います。さよなら。あー 33.7 度になってる。めっちゃ涼しいわ。外もだんだん下がってきてるんですけど、この中はもっと下がっていってます。そしてこのかき氷いただきます。あーうまい、うまい、すげえ冷える。いやもうこれさ、体感もっとやばいっすよこれ。めっちゃ寒いぐらいになってきた。もう大丈夫、もう外で遊べる、遊びたい、むしろ。汗もないし、すっかり引いたもんね。そして今回用意した最後の熱中症対策グッズ、僕なりにですね、
用意してみたんですけど、この電子レンジ火を起こして調理するみたいなのしんどいじゃないですか、そんな時にね、袋ごとレンジってやつねとかね、こういうのを用意しといて、ポータブル電源で電子レンジ動かしちゃえよみたいな。ちょっとクーラー一回消して、扇風機も消して、電子レンジでご飯作っちゃいます。2分温めスタート。でこっちどうやって出るの、どうなん。お、1226W 出てます。あとこれも動いてるからか、家庭用の調理家電も動かせちゃうんですよ、これすごくない？普通に動いてるよ。はい、2分で続いてボンカレー温めていきます。 600W で1分30秒いやでもやっぱ外出てこうやって作業すると一気に汗かくね。やっぱこんなの涼しかったんだ、戻りたくなってる僕がいる。ああ、これで今つけたら飛ぶかな。いけてる？いけてる、すごい。今電子レンジと冷凍庫とクーラー動いてるよ。家じゃんもう。あ、いい匂いしてきた、いい匂いしてきた。わあ、しっかり温まってます。熱々です。これをかければあっという間、たったの3分で3分半ですね、美味しいカレーができました。文明の利器だわ。あー戻りたい、あー涼しい。ということでカレーいただきます。熱っ、うん、うまっ。はい、呼んだ、涼しいとこでピザ食ってやがるわ。こっちだって涼しいわ。カレーだってうめえし、涼しいし。ごちそうさまでした。じゃあこのままちょっとしばらく休みたいと思います。ああ涼しい。風が気持ちいい。でもこのまんま風受けたまま寝たらそれはそれでなんかやばそうだよね。水分取らないとね。まあまず着替えがあるなら着替えた方がいいかもね、汗かいてるから。はい、というわけでですね、まあ、この中で1時間以上ですね過ごしました。アンカー最強ポタデンはですね、問題なくずっと僕のことを冷やしてくれました。実際ね、体感も、温度もですね、下がったので、本当に緊急時、これはやばいっていう時にこれ一度あると違うのかな、というのは思いました。しかもですね、こんなずっと使い続けたのに、まだ 37%、最初 70% からスタートしたので、まだまだもう一回遊べるドンです。緊急時っていうことでもう無駄遣いみたいな使い方してもこんだけ残ってるんでね、すごいと思います。この動画はアンカー様の提供で、制作させていただいております。ありがとうございます。キャンプや車中泊で活躍するポータブル電源ですが、僕もですね、過去いろんなものを、使ってきました。東北一周するときもですね、アンカーはこれとは別の商品ですね。アンカーパワーハウス2800っていうのを持ってですね、行っておりました。まあ、それ以外にもね、いろんなものを使ってきた僕がですね、このアンカー最強ポタデンがなぜ最強と言われるのかっていうのの紹介をですね、していきたいと思います。最強ポイント1、約6倍の超寿命バッテリーセル&最大5年保証。ポータブル電源を選ぶときに重要になってくるのが、容量、出力、寿命っていうこの3点があると思います。中でもですね、最近はこの寿命っていうのにですね、重点を置いて選ぶっていう人が多くなっているようです。このアンカー最強ポタ電はですね、安全性の高さと電池寿命の長さが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。一般的なポータブル電源で使われている三元系リチウムイオン電池に比べてですね、約6倍の超寿命を実現したと。なんと3000回の繰り返し充電ができると。しかもですね、その充放電サイクル3000回を超えた後もですね、初期容量の 80% 以上を維持してくれる、ということでですね、まあもう3000回繰り返しやったらもう使えなくなるっていうわけではない。さらに、またさらに長く使うことができるということ。本当にずーっと使えます。そんだけずーっと使えるってなると気になるのが、この保証の長さですよね。
通常18ヶ月保証のところ、アンカージャパン公式サイトの無料会員に登録することでですね、最大5年まで保証を延長することができます。5年です。これはね、もう業界トップクラスの保証期間。しかもですね、カスタマーサポート、これも手厚いということで、ただ長いだけじゃない、ちゃんと対応してくれます。そうなってくると、地震とか、まあ、天災とかのですね、災害時、また最近ですとね、こう発電量が足りなくて、計画停電みたいな話も聞くことになってきました。非常時の防災アイテムとしてあったら安心なのではないでしょうか。さらにですね、こちらですね、ソーラーパネルでございます。これは別売りのアンカー製品のソーラーパネルなんですが、アンカー625ソーラーパネル 100W っていう商品ですね。こちらからの充電もできます。もうすでに日が落ちてしまったので、これが充電してる様子はまた別で撮るんで、こんな感じなんですけれど、天候とかね、使用状況で大きく変化してしまうんですが、最大 100W で充電できるということで、まあ、これもあると非常時役に立つので、さらに安心して、過ごすことができるんじゃないでしょうか。最強ポイント2つ目、大容量 1229Wh なのに 0% から満充電までわずか 1.5 時間の超急速充電。寿命だけではありません。容量もトップクラスです。先ほどもね、こちら電子レンジだとか、冷凍冷蔵庫だとか、クーラーの扇風機っていろいろ使ったのにもかかわらずですね、まだ容量に余力があります。これはですね、 1229Wh という超大容量だから、こうやっていっぱい使えてもまだまだ使えるということになっております。超大容量にもかかわらずですよ、アンカー独自の超急速充電技術搭載によりですね、空っぽの状態 0% の状態から満充電 100% まで、たったの 1.5 時間で充電することができます。 80% までならたったの1時間でできるということでですね、もうすごいスピードじゃないですか。これを持って出かける予定だったのに充電し忘れてたなんて時も、朝充電しとけば出かけるまでにそれなりに溜まるということになっております。急なお出かけの時、そういう時も安心でございますね。最強ポイント3つ目、 AC 最大出力 1500W の高出力、最大13台に同時充電給電が可能です。寿命、容量ときたら今度出力でございますけれども、純制限波 AC コンセント、 PD 対応 USB-C ポートを含む計13ポートを搭載し、幅広い機器に、充電給電をすることができます。さっきね、これ電子レンジ使うことができました。これも AC 出力最大 1500W っていうパワフルな出力があるからこそ可能だったと。13ポート全部で合わせて最大1500なので、これを3台一気に動かしたいぜとかっていうのは不可能なんですけれども、1台だったら余裕というパワフルさでございます。ということで、ここまでで寿命、容量、出力全部トップクラスということで分かりましたね。なぜこれがアンカー最強ポタ電と呼ばれているのかっていうのが。さらにですね、パススルー充電にも対応しておりまして、切り替え時間20ミリ秒の UPS、 これは無停電電源装置って言われるものですね、としても利用することができます。本当に盛りだくさん、全部入って全部込み込み、アウトドア、防災、それから普段使いとですね、あらゆるシーンで、頼りになるポータブル電源なのではないでしょうか。こちらのアンカー最強ポタ電、アンカー757ポータブルパワーステーションパワーハウス 1229Wh、 通常価格169,900円、初めてポータブル電源を買うっていう人にはちょっとお手軽な価格ではないと思います。そんな人にはですね、アンカーさん用意があります。こういうね、出力と容量をちょっと抑えて長寿命をそのままに、同じシリーズで、少しだけお手軽な価格の用意もありますので、こんなにモリモリじゃなくてもいいよって人はそちらのご検討もください。 Amazon プライムでやってますね。ここでこれを買うのが一番お得です。もう48時間で終わってしまう、もうすぐ終わってしまうので、あの概要欄に、Amazon のこれのリンク貼っておきます。ここで買ってください、ぜひ。またですね、アンカージャパン公式サイトで使える期間限定の 10% クーポンっていうのが
概要欄に置いておきます。このアップライムデーを逃しちゃった人はこの 10% オフクーポンぜひ使ってください。これも期間限定なんですけども、お得な期間にぜひご検討ください。はい、以上でございます。ちょっとねだいぶ夕方になってしまいまして、涼しくなってまいりました。気温はそれでも33度。皆さんこれからの時期、アウトドアに限らずですけれども、外での作業とかバイクいじりたいとか、そういう時にも使えると思いますし、これが1台あればね、どこでもそれが使うことができるということで、ぜひ検討してみてください。備えあれば憂いなしということで、この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録もお待ちしております。それでは皆さん、いってらっしゃい。